どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日は25日のアップデートについてちょっと先に触れていきたいなと思うんですが、 DSOD ワールドのキャラクターのレベルの上限が30だったんですが、今までは35に引き上げられまして、でちょっと先にですね、 DSOD ワールド のキャラクターの新しい、カード報酬の評価していきたいなと思います。まずですね、カイバさんレベル33、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンレベル35、ネオブルーアイズアルティメットドラゴン、これ結構嬉しいです。これなんでかっていうと、このネオブルーアイズってもともとスキルではあったんですけど、これカードでなくて、で丸2の方が結構強いんですよ。自分のフィールドのブルーアイズモンスターを対象とする魔法トラップカード、モンスターの効果が発動した時、墓地のこのカードを除外して無効にして破壊するっていう効果があるので、これ墓地に落ちると結構強いんですよね。だからネオブルーアイズって、まあ、3枚くらい欲しいカードなんですよ。だから一応これで2枚来たので、スキルと合わせると3枚になるから、まあ、これは結構嬉しいですね。結構当たりだと思う、一応ね。あとなんかサイバーダークローとかでも送れるんだっけ、これは。まあそういうね、墓地の送って強いカードなんで、まあ複数枚あることが望ましいという。で次、木馬くんの100雷はね、これ多分サンダードラゴンデッキには多分入んないかな、3枚もいらないと思うんだけど、あのサンガをなんかこう無限に蘇生するデッキとか、まあそういうデッキには入ると思うんで、まあ嬉しいっちゃ嬉しいかな。なんだデッキのその構築の幅は広がったかなとは思います、これで。で城之内くんは、33に、3枚目だっけ、王座の侵略者と2枚目かな、3枚目か分かんないけど、とあとこれ、バンドラ魔装戦士バンドラ、バンドラは直接攻撃ができるレベル5なんですよ。まあ使い道は結構あるかなと思いますけど、別になんか環境デッキに入るかって言われると絶対入んないんで、まあ微妙かなこれは。でその環境デッキの話、その着目するとね、そういう意味で、で面白いカードではあるんですけど、でガーディアンウォーダーはエクシーズとか来てから結構活躍するかもしれない。でこれが強いっす、アマテラスかな、ちょっとあの発音が分かんないんだけど、このカードは強いっす。スピリットなんですけど、召喚特殊召喚できなくてセットしかできないんですよ。で裏側表示のこのカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果を発動したとき、相手が、こいつを表側守備にしてデッキからドローしながら、リバースできるんですね。でリバースするとこのカード以外のフィールドのカード全部除外するよっていう、だから全部全てのカードを自分以外全てを除外できるんですよ。これすげえ強くて、まあ、もちろんセットしかできないんで結構表側にするの難しいんですけど、あの自分のターンで反転したり殴ってもらったりとか、あとあのその対象に取る魔法トラップを発動してもらったりとかね、そういうことをしないとリバースできないんですね。でこのカードがリバースした、ターンのエンドフェーズにスピリットで戻っちゃうよっていう効果なんですけど、これが強いんですよ。だから今日はこのカードを使うデッキを、動画ではご紹介していきます。でくだらぎが健康はね大したことないから、暴君の威圧、まあ、別にだし、この爆炎帝テスタロスはちょっと面白いですね。ちょっと面白い、帝デッキには入れてもいいかもしれない。アドバンス召喚に成功すると手札を確認して1枚捨てて、そのカードがモンスターだったらレベルかける200のダメージを与えながら、可能属性をリリースしてアドバンス召喚に成功していると、相手ライフに1000ダメージを与えるってことで、まあ、結構2000以上のなんかあの出たらダメージが与えられるかなと、期待できるかなという感じなんで、結構これは面白いと思うんですね。1枚は確保しておきたいカードになっております。はい、ということで本日のデッキは健康場じゃないんだ、これアマテラスのね、おかみさんがね非常に強いんですよ。こっからが本題です。これがすげえ強い、さっき言ったように全除外ができるっていうカードなんで、このカードを使ったデッキ、これね、もともとそのディスコードで、あのお魚屋さんっていうね、あの天才構築家がいるんですけども、お魚屋さんから教えてもらって、で回してるデッキなんですよね。これね、あのヘビースターターで、これ1枚しかないから、ヘビースターターでなるべく初手にアマテラスを引くと、まあ、もちろんあの上級モンスターが、どれか来るんで確定1枚なので、まあコキゴッコとか、まあ、ヒペリオンとか来ても困んないようなやつを入れてますね。でこいつセットできるんで、一応あの即座にね、でリバースすると全除外だから、まあ、こういうカード、迷える子羊とか、あとまあ始皇帝の寮母とか、特殊召喚はできないんであれはダメですね。あのバルハラとかはダメなんだけど、まあ、そういうなんかそのセットできるようなカードとは相性がいい。で、ね、こいつね、テニスとこをリリースじゃない、アドバンス召喚する場合2体分のリリースにできるんですよ。で、元素なんで特殊召喚できると、あの元素の第一楽章でモンスターがいなければこっちのフィールドに、で
他にもやっぱこのこれが入れられるっていうことはこういうソナタとかあのソロとか、ソプラノとかでまあ幻想デッキとしてこういうシューベルトでビートダウンしていくみたいなこともできるんで、まあそういったギミックをメインにしたアマテラスデッキになってますね。で、あのコケコッコが入ってるんで一応進行できるからまあこういうモンスターが入ってるっていう、まあサイフレームがやっぱ強いかな。サイフレーム先行でサイフレーム出しておくのが結構強いんで、まあ、そういうことは結構しますね。はい、というわけでちょっと説明が長くなりましたが、早速ねアマテラスデッキでね全てのカードを除外していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ふん、行くぞ勇気。勇気、お、あーあーまあ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 なしではないね。なしではない、なしではない。まあ一応出せるね。アマテラスはこれ、アマテラスやっぱり効果は強いですよね。まああの戻っちゃうんですけど、リバースするとそのスピリットだから、だから戻っちゃうし、あとねなんかそのフィールドからあれ、これさモンチェンもできないのかな。モンチェンも多分これバスだからできないそうだな。なんかねこれ出す方法が基本的にはセットしかないんですよ、アマテラスって。だからあの召喚特殊召喚とかができないんでちょっと難しいんですけど扱いは。まあ、一応セットして例えば太陽の書で表側にするとか、あと AD チェンジャーで表側にするとか、そういうことはできます。だから自分から表にするカードはそういう感じで、もちろん相手のカード、これブラックマジシャンなんですけど、これブラックマジシャンにはちょっとアマテラスで分からせていきたい。アマテラスで分からせていきたい、まあ、ナビゲートあるね、ナビゲートあって、でブラックマジシャンもあるね。だからまあ子羊だね、まずは子羊で、まずはここさすがに除外しないと思うんだよな。これ子羊からでいいね、子羊から行こう。あの独走はできる限り取っておきたいですね、基本的には。で、はい、OK。で、そこには何も打たないはず、絶対に。ですよね。で、こう2体セットするじゃないですか。これでもこっちのもんですよ。これでもこっちのもんですよ。多分これエンドフェイズ、あれなんですよ。ナビゲーターなんですよ。全部知ってるんですよ、そんなことは。分かってるんですよ。で、バカみてえに魔導陣を発動するんですよ、彼は。ふん、勇気。測ったの勇気、つってね。ナビゲートはこれ墓地に1枚送りたいってことでしょうね。あの2枚とも墓地送って、そんなことしていいのかな、展開力落ちるよ、大丈夫かな。まあどっちにしても除外するけどね、あのセットさせても。はい、でまあ多分イリュージョンか海空かなんか出てくるんですよ。海空かイリュージョンか出てきて、イリュージョン出てきて、で魔導陣効果発動で、対象はセットモンスターで、セットを対象に取られたんで効果リバースします。リバースしまして、ワンドローしながらアマテラスで、強すぎだろアマテラスさん、ありがとうございます。本当に強い、この効果マジで強い。俺全部言ったからね、今全てのカードが除外されてきました。かわいそうにな、勇気どうする、勇気ふんクソ気持ちいいんだけど。ブラックマジシャン息してます、ブラマジさん一応息してる、大丈夫、生きてる。とりあえず次のターンはね、なんか幻想引きたいね、なんか幻想系のモンスターできれば、あのソナタが引きたいですね。ソナタとかが来たら最強、ソナタ来たらワンキルですね、多分モンスター立てられないでしょこれ。で魔導陣、まあ、ロットがいるかどうかだけど、ロットいるとめんどくせえな、また作り直されるっていうクソめんどくせえことが起きるけど、ナビゲート、はい、順番操作 OK です。あー OK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 、 神だ、神ゲーだった、神ゲーだ、神ゲーだ。独走の第一楽章発動、デッキよりソプラノでいいでしょうね、ソプラノにしましょう。ソプラノ特殊召喚、そしてソロ召喚、ソナタ特殊召喚融合もしよう。ちょ、アマテラス強すぎじゃないこれ、やばい、神だ、神ゲーだこれ、最強すぎるアマテラス。さあお相手の方、お弟よ、兄より優れた弟など存在しねえ、俺の名を言ってみろ。違うゲームだった今違うゲームだった、今全然違うゲームだった今、一瞬ちょっとごめん、取り乱した。戻ろう遊戯王に。魂吸収、なるほど、メタファイズかな、メタファイズですかね、メタファイズっぽいな。メタファイズめんどくせえんだよな、一応でもちょっとなんか頑張ってセットするって、魂吸収、あーサンダードラゴン、サンダードラゴンですか、なるほどですね、魂吸収サンダーっていうのが面白い時ですね。
はいはいはい、なるほど。まあ、いっぱい上映しますからね、サンダードラゴンも。なんだかんだこのね、魂吸収めんどくさいんだよね、結構。これね、なんかほっとくとすげえライフになってるから、セットは多分、雷電流かな。まあ、雷電流か、ちょ、雷獣流かはちょっとわかんないけど、まあ、多分その辺のサンダードラゴンでしょう。で、雷鳥流効果で、雷獣流釣ってくるのか。オッケー、いいだろう。結構まあ、盤面的にはサンダードラゴン結構強い。まあ、いわゆる、まあ、その初動としては、合格点のラインかなと。いったところ、さあ、迷える子羊、発動。そして、2体をリリースして、アドバンスセット。おかみさん、あとよろしくお願いします。おかみさん、あとよろしくお願いします。ちょっと、あの、若干除外するっていう効果が、サンダードラゴンメタになってないっていうのがあるんですけど、ちょ、なんとかお願いします。ちょ、おかみさん、お願いします。セットか、引いてたのね。雷語を引いていた、雷語を引いていた魂吸収でまた1000回復される。つえー、魂吸収めんどくせえ。まあいいや、ライフは、ちょ、ライフは後で取るわ。で、雷獣ね、雷獣 OK で、雷獣手札に加えながら1000ライフ回復して、雷電の効果は発動をしたのか今で、一体除外したのが何だったんだっけ。あ、鳥か、鳥だ、 OK、鳥除外しているから別によくて、あー、はいはいはい。で、全部来る。で、雷獣流効果使って、鳥、回収、あ、OK。OK、OK、OK。あ、これ全部使ったよね、効果。今、全部使ったよね。今、効果全部使ったよね。え、これ全部除外されるんじゃない、これ。だから、全部除外されて、効果発動しないでしょ。効果発動しない。最強だ、最強だ。よっしゃ、サンダードラゴンっていうのはですね、ちょ待って、落ち着け。これは、後継国庫からのこっちかな。いやー、ちょっと難しいな。セレナ残しておく必要もあんまないんだけど、まあ、一応ソプラノにする。これソプラノして召喚か特殊召喚できないけど、まあ、どうしてもいいか。でこうして、でこうだ。ソプラノ残しておかなかったかな。セレナでよかったか今。セレナでよかったかもしんねえわ。ちょっとごめん、まあ、いいや。で、セットでバトルでぶん殴っていく。オッケー、一旦終了。サンダードラゴンっていうのは、あの2個効果あるんですけど、1と2番、1番と2番、どっちかしか使えないんですよ、一旦に。どっちかしか使えない。だから全部言ったも今使ってたから、だからアマテラスパイセンの効果で全部除外されて、何の効果も発動しないっていう最強ムーブでした。で、鳥で特殊召喚された雷合流に関しては、サイフレームがどうにかします。サイフレームが最強なんで、サイフレームがどうにかします。このモンスターはいけ。サイフレームロードゼータの効果、特殊召喚されたモンスターと自身を次のスタンバイフェーズまで除外できるぜ。ドロップ最強だった、最強、最強すぎる。サイフレームロードゼータの効果、お互い除外して場が空いたんで独唱効果いけ。独唱、そして独唱の効果で、あー、これソプラノじゃな、ソプラノ、ソプラノじゃなかったな、これ。これソプラノ出すの、あのミスったわ、ごめん。で、セレナ召喚して、これさっきんとこセレナだったらな、あのソプラノで回収できたんですけど、こうしてこうですね。若干プレミアしましたけども、気を取り直していきましょう。バトル、はい。であれサンダなんで、あの2枚サンダなんで、除外しなくてもいいんじゃないかな、これ。除外する必要ないな、多分。除外する必要性がない。サンダードラゴンはね、除外しちゃうと効果発動するんで、まあ、ちょ、一体こうじゃん、こうだ、よし。で、サイフレームロードゼータは次のスタンバイに帰ってくるだな。やつはな、次のスタンバイに帰ってきて、無限にお前を除外してやるぜ。無限除外地獄。セット怖いからやめろよ。砂の池引かれますか。引かれますね、引かれますね。まあ、効果そうじゃないから別にいいか。サイフレームロードゼータで一旦ちょっとあいつ突破できないんで、あいつ無限突破できないんで、無限に除外して、無限に除外して無限に飛ばす。あのように。ストリーマーね。なんかあの、サンダードラゴンが出てくると、魔法トラップ破壊できるよっていうカード。そういう程度も珍しいね。行きましょう。さあ、さよなら弟よ、兄より優れた弟など存在し、俺の名を言ってみよう。さあ、お相手の方、パイナポー龍崎さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なんかさ、この社長、ちょっと待ってね、くださいね。
あどっちもいけんだけど、まあ、コケコッコからソプラノ、いやーこれコケコッコだったかな、まあ、ちょっとソプラノで、んーこれサイフレームじゃない、これ先行だからサイフレームだな、先行だからサイフレームだ。何言おうとしたか忘れたわ、なんだっけ今何の話したんだ俺ちょっと忘れした、まあ、いいや、ターン終了。パイナポー龍崎さんどんなレッキなんでしょうか、おじさんに見せてください、どんなレッキなんでしょうか。クロスブリード、種族属性が同じでカード名が異なるモンスター2体除外して、あーなんか同じやつ持ってくるんじゃないですか、はいはい、スーパーアドソンカードじゃん、2枚除外して、闇悪魔か、闇悪魔、自爆神コパックアップ、コカパックアップ、始皇帝の女房で、自爆神出てきて、あれこれ巨大キャステだった、これ巨大キャステもしかしてスキル、あれちょっと落ち着いて一回落ち着いてほしい。